せないんですけど、まあこれ三つ指ですね。左利きなんで。そうです、一緒にして変えちゃうからね。すごいでしょ、ちょっと使い込んだ画像があれなんですけど、使い慣れてるからいいかもしれんけどね、自然にさ、ね、はいはい、できた。すごい立体、なんかこう会場でそういう絵を描くのも面白いかもしれませんね。才能に気がついたというか、そういうのなんかきっかけみたいなのがあった。あのその3歳の時に自動車屋さんで車をね、ジャッキアップしてて、そういうのを私もああジャッキアップしてる車があるなぐらいしか思ってなかった、知らなかったんですけど、家帰ってそれをそのまま再現したんで、記憶力がすごいなと思って、でまあこの書けるのもすごかった、教えてなかったのに。3歳なんですけど、言葉もあんまり喋れない時に、なんか、なんか絵で表現していることがすごく多かったんですよ。覚えてない。ジャッキアップのことはもう忘れてる。ジャッキアップね。あの三つ指の横のビルは 何ビルですか。まあ、あの僕だと新宿の野村ビルですとか、住友の三角ビルですとか、いろいろ。シグ何ビルそれ？方角としては今北の方に向けている。まっすぐが北。はい、うん、細かいな。どの向かいのビルか、ケオプラザ。はいはいはい。すごい。隣になんか奇妙なビルを置いて。ないビルも特に書きます。いやあ、ちゃんとしたついあの3年前に建ったあの高田住したビルだけどね。カイコの前みたいなやつ、うん、変わった形、文化学園、ね、東京モード学園、あ、そうそう、あれはちょっと変わった形やからなと思って、そうですね、あれはまた珍しい形ですもんね、うん。で今日えらい乗ってるね、いっぱい書くよね、いつも一つぐらいなんですけど、すごいな、今日乗ってますよ。あ、止まらないね。あ、このビルもすごい、この窓も高くなってるね、細かいですよね、すごいディテールがしっかりしてる、はい、
ンと書くんがすごいでしょ。ね、入ってるからね、頭に1とかね、高さまでビルの高さも、はい、高さ知ってますんでね、何が見えて、はいはい、いつだ何年に経ってな高さ何メートルでとか知ってて、はい、できちゃった、はい、できちゃった、すごいね、はい。